皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の福沢です。今回、2020年対策学習スケジュールシリーズということで、先日ですね、令和元年の行政書士本試験も終了しましたので、今からですね、今から令和2年の本試験、11月ですよね、この試験に向けての1年間のざっくりとしたスケジュール、ここをね、確認しようと、そういうね、趣旨の動画でございます。 はい。なのでね、スライドドンということで、1年間の学習の全体像をつかもうということですね。深度目標と心構え、しっかりと一緒にやっていきましょう。まず最初。11月から、まあ5月、6月ぐらいまでですかね。5月ぐらいですけども、約半年ぐらいですね。まあ今から、11月から、明けて5月ぐらいまで。 この期間は全科目過去問一周を目標としましょう。もちろんね、基礎をやって過去問という流れなんですけども、到達レベルとしては全科目過去問一周を目標としましょう。で、テキストをやるんですけど、一周目から理解しようとして、まあ理解してもいいんですけどね、理解しようとしてもいいんですけども、まあ完璧主義を目指さないっていうことですよね。いいですかね、あの、 完璧主義を目指すあまり進まないっていうのをやめてほしいんですね。要するにあの、最初から最後まで行かない、到達しないと、2週3週っていう概念が出てきませんので、複数回繰り返すんだ。だから、1回目は6割ぐらい分かればいいや。分からないところがあっても、伏線かなんか張って進んでいけばいいや。これが大事です。いきなり、もう1ページ目からね、 全部理解するまで次に進まないってやっていくと、時間がいくらあっても足りないので、まあ一周どころか半周もできないっていう形になりますので、まあここをご注意かなと思います。それからですね、よく聞かれるんですけども、まあ基礎をやって過去問っていう流れになっていくと思うんですが、過去問はいつやればいいんですかっていう話があるんですけども、これはですね、まあ人によって違うかなとは思うんですが、 私としては一度一回基礎が全部終わったら過去問でいいかなと思っています。ただ、まあお時間がね、なかなかないよっていう方は、例えばですけども、今11月ですけどもね、スタートしたのがね、1月だったとかっていう人だったらですね、あんまり時間がないなと思えばですね、基礎やりながら該当の過去問を、まあ同時並行でやっていくということでも、まあ問題はないかなと思います。いいですかね、まあオーソドックスなパターンとしては、 一回テキスト全部やってから過去問。これがオーソドックスかなと思いますけど、時間によってはね、同時並行ということもありかなと思います。特にね、これで何かが変わるってことじゃありませんので、あまりこう、こだわるというかね、そこでこうじゃなきゃいけないというものはね、ないかなと思います。で、その後出てきますけど、過去問一周目は解けないと思えって言ってね、あの、よく質問来るんですね。テキストね、ちゃんと読んで、2回ぐらい読んでですね、 講義も受けて、で、過去問解いたんですけど、もう全然歯が立たないんですよっていうね、そういうご質問がたくさん来ますで。これあの、合格された方もみんな最初はそうなんですよ。最初っからいきなり過去問解いて解けたっていう方結構少ないんですね。結構少ないというかほぼいないんじゃないかなと思います。一週目は基本的に解けないと思ってください。二週目ももしかしたら同じようにあまり解けないかもしれません。なので、こだわって、 で、そこにとどまるんではなくて、なるべく何回か回すんだっていう前提で、1回目、2回目ぐらいは、過去問を読み物としてやってもいいかなと私は思っています。つまり、問題を読んで回答を読んじゃうんですよ。ああ、なるほど。あ、こういうことだったのね。ぐらいで結構なので、読んでどんどん次に行く。ということでいいと思います。あとは、過去問も全部やるんじゃなくて、 講義で扱った過去問と一緒にね、そのピックアップされた問題だけをやって、まずは一冊終わらせる。最初から最後までやらる。特に一番問題なのは、途中でやめちゃうってことが、やっぱり通信教育では一番問題なんですね。なので、途中でやめないように、まず最初に全部全体を見よう。テキストも過去問も、まずは一回全部ね、見ましょうよ。ここがね、結構ポイントかなというふうに思ってます。いいですかね。 なので、まあ、11月から5月までね、この約半年の間に関しては、今言った部分、ここをね、ちょっとポイントにしながら勉強していただければかなというふうに思います。いいですかね。はい。で、次ですね。次は、6月から8月の、まあ、約3ヶ月ということで、ここは、過去問をメインに、まあ、できれば2、3週って書いてますけども、私ね、個人的にはね、これね、5週とかね。 してもらいたい。試験まで目標10周とかね。まあ、やりすぎだと思うかもしれませんけども、解いてて3回連続で丸になった部分、正解したやつに関しては、抜かしてもいいと思います。3回連続で丸だなと思ったものは、もう抜かしてしまっても構いません。それでいて、やっていけば、どん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 理解が進んでいけば、やる問題少なくなっていきますので、まあ、何周もできるかなと思います。 それから、問題演習をやるときに、正解をね、取ることが目的ではないということをちょっと確認しておいてください。当たり前、皆さんね、もう分かってると思いますけども、演習は理解度を示す、理解度をね、確認するためにやるわけであって、答えが合ってる、間違ってるってことはどうでもいいんですね。例えば、誤っている選択肢だったら、その、どこが誤っているのかをちゃんと言えるようになること。これがポイントです。 いいですね。なので、正解が目的ではない。もう皆さんね、わかってると思いますけども、ここの部分はね、ちょっと覚えておいてください。あとは、アウトプットとインプットを交互にね、繰り返すということが、この時期は大事かなと思います。行ったり来たり、問題集と、それからテキストを行ったり来たり。これをね、しっかりとやっていただく期間が、6月から8月かなと思います。まぁ、あ、11月から5月のところが基礎力、 ね、完成期だとすると、6月から8月に関しては、これは応用力でね、伸ばしていく、実力のね、伸ばしていく時期だな、というふうに思いますね。で、最後。9月、10月、11月ということですね。まあ、11月はね、もうほぼほぼ試験しかないということで、ね、10日ぐらいしかないですから、まあ、もちろん10日でもね、勉強はできますけれども、この時期でね、ポイントとなってくるのは、模擬試験ということですね。模擬試験は、 実践形式で受けてもらう。大事なことは、ここに書いてありますけども、結果ね、よく皆さん出てくるんですよね。あの、模擬試験受けたんですけど、ボロボロでした。もう立ち直れません。やめます。とかっていうね、そういうお便りとかね、メールがね、来るんですよ。もう本当に苦しいです。とかね、今までやってきたことは何だったんだ。とかね。いや、もちろん気持ちはわかりますけれども、模擬試験というのは、あくまでも模擬試験です。なので、 模擬試験を受けて結果を気にする必要性は全くありません。課題が見えるか見えないか。ここです。自分の弱点が分かればそこを補強すればよい。今までやってきたことがあって、その上で模擬試験を受けて、0点ってことはないと思うんですよ。まあ、例えば6割しかできなかったとか5割しかできなかった。じゃあ、できなかったとこはどこなんだそこは果たして、 必ず取らなきゃいけない A ランクのところなのか、A ランクのところでも分かってないのか、じゃあそこはしっかりやらなきゃいけないよね。なので模擬試験で点数を取るということは悪いことではないですけれども、むしろそこの取れなかった部分は何なのか、これをしっかりと考えていただきたいというふうに思いますね。いいですかね。はい。あとはですね、最後。まあ、あのこれ、励ましのために言ってるわけじゃなくて、実力は直前期に伸びます。 よくね、私言うんですけども、実力ってね、性比例みたいな感じじゃなくて、こう言っててギュンって上がるんですよ。これはね、あの、多くの方が実感してると思います。最後、いろんなピースね、パズルで言うといろんなね、ピースが繋がってきて、最後の最後で、ああ、こういう感じっていうふうにね、こういろんなことが加速度的にこう繋がってってよくわかるようになるんですよね。なので、 いわゆる直前期というのは今まで勉強してきたことが集積してきていろんなものが繋がっていく時期なのでそこでね勉強をすればするほど実力は伸びますので直前期勉強はね苦しいかもしれませんけどもそこで伸びるんだと思ってくださいいいですねだからといっていいですか今からの基礎完成期とかに手を抜いちゃダメですよやってきた人が伸びるわけですからね 今ね、ある程度手抜いといてもね、最後直前期伸びるって言ってたからね、今やらなくてもいいんじゃないのなんていうふうに考えないでくださいね。ちゃんとコツコツやってきたものが最後身を結ぶのが、それが直前期だと。いうふうに思っておいてください。いいですかね。一年間というのは、まあ短いようでいて長いですので、今ね、 我々の方でこういうモデルケースというか、まあ1年間の使い方というのをね、まう、あ、つに分けてですね、まあ基礎完成、実力養成そして直前期っていう形でね、分けてまあご紹介しましたけれども、必ずしもこれじゃなきゃいけないってわけじゃないんですよ。1月とかね、3月とかから始めて、まあそれでね、あの合格できるっていう方もいらっしゃいますので、そういう意味ではね、一つの、まあモデルケースとして考えていただければかなと思います。言いたいことは、闇雲にただね、やっても、 これはなかなかうまくいかないので、ちゃんとした戦略と考え方。まあ、要するにゴールから逆算して、ここまでにはこれを,うことをやりたいよね。こううこはね、こういうふうにやっておきたいよね。ここはこういうふうにね、やっておきたいよね。というような、まあ、タイムテーブルですよね。計画。ここをしっかりと立てて、受験には臨んでいただきたいということなんですね。で、またね、あの、基礎力完成まあ、例えば11月とかね、今12月とか、6月にはね、こういうことをしましょうって話は、おいおいね、 どん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 動画でね、上げていきたいと思いますけれども、まずはね、今これスタートするよっていう時にですね、この全体の大まかな指針、こういうね、大きなものを見ながらですね、毎日の小さなね、こういったこう目標も立ててですね、しっかりとね、やっていっていただければというふうに思います。いいですかね。それではね、また次回。